皆さん、こんにちは。異常識な教室集客コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、売れないサービスを売れるようにする方法？そんなことって可能ですか？ということについてお伝えしてみたいと思います。集客をいろいろとこう苦心してやられている方とかは、まあ、いろんなサービスとかを当然やってる先生とかも多いわけなので、その例えば私はまあコンサルをやっているわけなんですけれども、そういった人に相談したり、まあ、お願いをすれば自分の商品ってどうにかなるかもしれないって思うと、まあ、我にでもすがるような思いで相談される方っていう方も一定数いらっしゃると思うんですよね。で、もちろん本当にそういう方を私も救いたいと思ってアドバイスをするケースもあるんですけれども、まあ、そもそも論の根本的なところで、まあ、売れないサービスを売れるようにする方法ってあるのかっていう、まあ、根源的な基本の話をですね、今日はちょっとしてみたいかなっていうふうに思ってますので、自分のサービスが今売れてないというふうに思った時に、まあ、チェックしなくちゃいけないポイントがいくつかあるので、それを今日はちょっとお伝えしていきたいなというふうに思ってます。はい、まずじゃあ早速ですけど本題に入って答えをお伝えしていきたいと思います。売れないサービスを売れるようにする方法っていうのはあるのかっていう話なんですけれども、ここがですね、微妙な答えで申し訳ないんですが、あるといえばあるし、ないといえばないというのが実際の答えです。これをちょっとどういうことなのかっていうことを解説していきたいと思いますけれども、まずですね、その売れない商品っていうのは、まあ、サービスもそうなんですけれども、まあ、どういう状態なのかっていうのを考えた時にですね、まあ、ご本人、まあ、教室の先生とかその相談してくるご本人にとってですね、その商品に対して、まあ、例えば予約が入っていないとか、全く売れる兆しが見えない、問い合わせも来ないっていうと、まあ、一応売れない商品という括りになるわけですよね、その方にとってです。で、ここでコンサルとしてその事象を捉えた時に二通りの、まあ、診断というか判断というか状況を確認する必要があるんですよね。まず一つ目が、その商品が本当に誰にも必要ともされていなく、その方が自分よがりで作って誰にも役に立たない商品、要は自分の思いだけで作り欲しがる人が誰もいないという本当に売れない商品です。これが1個目。もう1個は、求めている人はいるのに、その方のその発信力であったりとか、まあ、伝達能力とか拡散能力が足りてないがために、必要な人にその商品が届かないから予約が入らないという、商品サービスそのものはいいのに売れてないというふうに見える商品というもの、これも売れてないということになるので、事象は一緒なんですけど中身が全く違うんですよね。で、当然私も初期面談の時にはその商品サービスがどういうものなのかっていうことを当然リサーチします。で、大概教室業の場合には箸にも棒にも引っかからない、いかにもそれはおかしいでしょうっていう商品を展開してる方っていうのはほぼ少なくて、誰かしらには必要とされるようなものが多いです。どちらかというとこちらのケースですね。商品サービスはすごくいいのに、それを必要な人に必要な言葉できちんと届けるという努力を怠っている、ないしはやり方を知らないがために、この必要としてくれる人に届かないことによって売れてないというサービスがあります。なので、私がどうにか売るように、変換をすることができるのはこちらのタイプ
の方です。こちらの本当に売れない、本当に本質的に売れない商品は、コンサルタントがどんなに頑張っても売れません。はい。なので、それは商品サービスを変える必要があります。ただ、本当に売れないというふうに判断するまでに、リサーチはします、当然。本当に売れないのか、本人の商品はいいんだけれども、努力が足りないか、発信とか拡散が割とハードルが高い難しい商品なのかっていう、そのあたりとかが関わってくるケースとかがあるので、これを見極めないといけないです。教室業に至っては、本質的に全く売れないものであるっていうのは少ない、確率は少ないです。だけれども、欲しがる人を見つけるのは下手な人が多いです。同じ商品サービスでも、いわゆる、そうですね、コピーライティング的に言うと、刺さるか刺さんないかっていう言葉とかはよく使われるんですけれども、全く同じ商品だったとしても、ものすごくそれを欲しがる人と欲しがらない人に分かれてしまうっていうことですね。じゃあ、例えば一つの例を挙げると、私昔米粉ですね、米粉の、市販化っていうか、そういうコースっていうか講座の、ディプロマを取ったことがありまして、相当早い時期です。今みたいに米粉がとか、グルテンフリーかとか、体にいいからとか流行る、もっともっとずっと前です。フードアクション日本とかいう、なんか米を消費しようみたいな流れの一環で、小麦のパンじゃなくて米のパンも食べようよみたいな、そこから派生して、で、小麦アレルギーの人が、食べるものがないから、それでもなんかパンっぽいものを食べたいかなみたいな、ちょっとネガティブワールドの中において米粉っていう需要がある時に、米粉のディプロマを持って展開しようと思ったんですよ。で、その時にはターゲットは、小麦アレルギーのある方で米粉しか食べられない人向けに考えてみてたんです。だけれども、やはりかなり濃い人がいるとはいえですね、いろいろと調べていくと、その重症度によっては、私は小麦のパンを教えていたんですけど、部屋に小麦のなんていうんですか、粉末みたいなものが浮遊しているだけでも、その部屋に入ることができない人もいるということまで分かって、小麦の講座じゃな、はやめられないので、そこの同じ教室で米の講座は無理だなって思ったのと、小麦が食べられる人が圧倒的に多かったし、アレルギーじゃないからっていうことで、選択肢として米を選ばないっていう環境な時だったので、そのアレルギーの人だけに向けて、米粉講座を開講しようとしていて、あんまり需要がなさそうだなと思って封印したんです、やらないで。それから数年、4年後くらいかな、小麦の通ってる生徒さんとかに、米粉とかグルテンフリーっていうことで、すごい興味があるんで、講座やらないんですかとか言われたりとか、やってないんですかとか言われて、やってたんだけど、需要がないからやんなかったって言ったんですけどね。ただ、その時のあれは、確かにアレルギーの人も米粉を求めていたんですけれども、体にいいということですね、グルテンを取らないという美容法とか、そういう健康法が海外の方のハリウッドセレブがやってるからみたいな形で、違う切り口で商品が変わって、皆さんの認識が変わったから、米粉を習いたいっていう人が出てきたんですよね。だから、ブームに乗る乗らないっていうのは、時代の流れと時流と、早すぎてもダメだし、遅すぎてもダメっていう、ブームの波を読まないといけない。私は早すぎたんです、米粉を扱うのが。じゃあ、その時にやればよかったかっていうと、その流行った時にですね、私はもう違う事業をやってしまっていたので、それをやる余力はなかったんですけど、いずれ流行るものに目をつけたっていう目線は良かったんですけど、ずれてるんですよね、時代より。だから、時代の2、3年先ぐらいがちょうどいいんですよ、実際に見ていくんだったら。5年先とかだとね、早すぎちゃうんですね。はい。
それで、まあ、何が言いたいかっていうと、私の米粉ができるというスキルは変わらないんです。だけれども、世の中とか社会とか求める人たちのニーズとか、まあ、根源的な悩みとか欲しい状況が変わると、その商品が求められたり求められなかったりするんですよね。だからピンポイントでその方たちに、まあ、刺さるように商品の見せ方を加工して売るという作業が必要になります。なので、例えば今売れてないと思われる商品があったとします。教室の先生でね、サービスとか。でもそれが明確なターゲットに対してきちんと伝えて売れてないのか、そもそもターゲットに届いてないのか、ターゲットが時代の事情によっていなくなっちゃったのか、違う人に変えればそのサービスは売れるのかとか、そのあたりをリサーチして、リニューアルというか、リプロデュースですね、作り直しをしなくてはいけないケースも出てきます。だからチェックするべき項目って売り上げが止まった場合ですよ。いろいろ考えるところね、すごく多いんです。で、この考えは売り上げが止まった時に考えると、そこから回復するまで3ヶ月から6ヶ月ずれるんです。努力したことが身になるのって3ヶ月とか6ヶ月後なんですよ。だから下がる兆しが見える手前ですね。こう売上がうまく上がっている時のカーブがいい感じで上がってる時に、落ちた時用に違うことをやるのか、それをリメイクですね、リプロデュースするアイデアを持ってその講座を変えていくか。ピークになってる時はもちろんいいんですよ、売れてるから。もう一歩平行で走らせた違うプランで動かし始めることをして、失敗しても大丈夫な状態。失敗してっていうのは、要するに予約が入らなかったとしても売れてるから大丈夫っていう状態でチャレンジするのが、精神的には安定感があってすごくいいんです。だからコンサルタントができるのは、もともと売れるポテンシャルを持ってて、それが売れてないだけということにおいて、リメイク、リプロデュースする、外への拡散方法、SNS の動線設計を変える、広告を使って多くの人に広げていくとか、いろいろな手段を打つことによって、売るということはできるんですけれども、その時に一番やんなくちゃいけないのが、コンセプトの作り直しとか、ターゲットの選定の方向を変える、これをやるケースが多いです。一人でもちろん思いつけばそれで構わないんですけどね。だからコンサルタントは万能なのではなくて、本当に売れない商品を売るのは無理なんです。売れるポテンシャルがあるのに、売れない商品は売るように変えることはできます。ただし、もっと究極的にいいことが一つあります。それは、求められる商品、売れる商品を自分のリソース、自分の技術に足りなくても、それだと思うものに対して知識をプラスアルファでいて、作っちゃって売るっていうとこまでできるのが、本来は一番確実に集客ができる方法です。私は割とそのタイプでやっていく方ですね。はい。時代がきっとこれを必要としている、これがこれから流行るよねというものは、いち早く飛びついて、まあそれを形にしておく。で、もちろんその全てがうまくいくわけではないんですが、うまくいく確率はとても高いです。まだ他の方がやってないうちにやれる技術と技能を身につけて市場に出していくことになりますので、いろんなものをね、技術としては持ってるんですけれども、それを時代に合わせてリメイクとかリプロデュースし直して、それで世の中に出してるっていう感じなんで、引き出しとかパイはいろいろあるんですけど、それを必ず時代の流れにマッチングさせて変化をさせるっていうことが必要になるんですね。なんで、究極的に楽ちんなのは、もう求められてるよね、それみたいなのを作り上げちゃって売るっていうのが、まあ一番手っ取り早い、本当は。はい。なので、まあ、そこまでなかなかやるね、教室の先生っていうのはいないんですけどね。で、あと、やってきた年数とか、もちろん老舗の方っていうのはいらっしゃって、
そちらの方にかなわないからそこに参入しないって言ってる方いらっしゃるんですけれども、全ての生徒さんが老舗のものすごいベテランの方ばっかりに習いたい人ばっかりじゃないっていうことも理解した方がよくて、このギャップが大きすぎると、習うのを気軽に習えないっていう人もいるんですよ。そういう方はこれぐらいのところにいるこの人に習いたいっていう人もいるんで、必ずしもこの人ばっかりが選ばれるわけじゃないです。実はこの人ってこの辺りの人に選ばれる可能性が高いという構図もあります。何か私も似たようなことを生徒さんのお知り合いの方に言われたことがあって、その生徒さんは私を随分前に選んでくださって、で、コンサルをさせていただいてるっていう環境がずっと続いていたんですけど、そのお友達も、その彼女の活躍ぶりと、あと突き抜け感で変わっていく姿を見てて、自分に投影したんだと思うんですけど、私にお願いをしてみたいなと思ったらしいんです。だけれども、その昔に彼女をコンサルしてた時の私よりも、当然私も成長しているし、本を書いたりとか、いろんな世間的にも露出が増えているので、すごい人にどうやらこの人には見えたらしく、そこまで私本質的に変わってないんですよ。変わってないんだけれども、レベルが高すぎて恐れ多くて依頼することができないと言われたらしいです、その友人がね。 だからいいんですけどね、恐れ多い わけじゃないんだけど、本人がそう感じるんだったらそういうことになってしまうので、だから依頼できないっていうんです。私がすごくいろんな意味で幅広く知識も増えてできるようになったら、逆にそれを恐れ多くて頼めないっていう人も出てきてしまったっていうことなんですね。だからその人のレベルに合った人をその人がちゃんと選んでいくっていうことになるので、そこやっぱりうまくできてるんです。だから見つけなくちゃいけないのは、自分の商品サービスはどの領域で誰に提供すれば売れるのかっていうことを見極める、ないしはリサーチする、そして立ち位置を決める。で、一回決めた立ち位置がずっと続くと思ったら、そんなことはないんです。時代と世の中の変化に合わせて変えていかないといけないんですよ。だから安泰ってことはないんです。常にリニューアルし続ける必要があるので、このリニューアルを失敗する、要はリニューアルをするという努力を怠った教室も割と沈んでいきます。変わってなくて、みんなが変わっていくからっていうことがメカニズムになっておりますので、売れてない、集客ができていないという場合には、何個か言ったチェックポイントを、ちょっと考えてみる必要があるんじゃないかなというふうに思います。はい、それでは今日のまとめです。売れないサービスを売れるようにする方法、そんなこと可能ですか？という答えは、可能だし可能じゃないっていうのがまず答えです。可能という場合は、その商品サービスがポテンシャル、もともと持ってる力が強いけど、届くべき人に届いてない場合には売ることはできます。それはいろいろな手段を使って売ることはできます。だけれども、そもそもその商品が独りよがりで自己中心的に作られていて、誰も欲しがるような商品でなかった場合には、それはもはや商品ではなく、サービスでもない、だから売れないということになるので、この見極めをしなくてはいけない。ご自身の商品が売れてないとした時に、どちらに属しているのかっていうことを考えた上で、まだ売れる可能性があるのであれば、今自分が想定しているターゲットからずらすとか変えることによってうまくいくケースもありますので、そちらの方をちょっと検討してみるっていう時間にしてみてください。それでは。